どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ANA が2023年4月からの国内線ご搭乗手続き方法についてということで、公式サイトでね、発表がありましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、内容ね、バババっていろいろ書いてあると思うんですけども、今現在のスキップサービスってありますよね。こちらが2023年3月31日でね、こちら終了っていう風になりまして、またね、自動チェックイン機ってありますよね。こちらも2023年の4月以降ですね、順次終了するっていう発表だったんですよね。ということで、今回はね、こちらについて解説していきたいなという風に思うわけなんですけども、今後ね、ANA の国内線利用する方はですね、まあ、全体的にね、こちら影響あるかなという風に思いますので、今後ね、利用ある方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ANA のね、国内線の飛行機ね、利用する場合ですね、現在では ANA のね、有人カウンターありますよね。で、スキップサービス、また自動チェックイン機っていう方法がありまして、またね、国際線だとオンラインチェックインっていうのがあってですね、これもですね、国内線でも2022年の4月の下旬、だから今月の下旬からですね、ANA のアプリがね、リニューアルされる予定になっておりまして、まあ本格導入ね、していくっていった形になるわけなんですけども、先ほど言いました通りですね、このスキップサービスっていうのはですね、2023年の3月をもって終了っていった形になりまして、またね、自動チェックイン機っていうのも2023年の4月以降ですね、順次終了していくっていった形に発表があったんですよね。いや、これね、結構びっくりで、皆さんの中でもですね、このスキップサービスね、かなり利用されている方ね、多いと思うんですよね。で、このスキップサービスっていうのはですね、事前に航空券購入して、まあ、座席指定をね、済ましておけばですね、直接ね、保安検査場に、まあ、行けるサービスっていう風になるわけなんですけども、有人カウンターにね、寄らなくていいので、まあ私がね、2021年ダイヤモンド周をね、してた時にも、こちらね、かなり利用している方多かったんですよね。その中でもね、一番多いのはやはり ANA カードありますよね。こちらに紐付けて ANA カードでね、利用されている方ね、かなり多かったと思うんですけども、このスキップサービスがですね、終了するっていう風になりますんで、このね、ANA カード、またまあ IC カードとかも使えると思うんですけども、まあこういったものをね、利用したスキップサービスもですね、2023年の4月以降ね、利用することができなくなるっていった形になってるんですよね。またね、自動チェックイン機っていうのがありまして、まあこちらね、利用されたことがある方とない方ね、結構分かれるかなと思うんですけども、まあ私はね、その自動チェックイン機で結構ピコピコね、試したりして利用することもね、多かったので、結構利用してたんですけども、まあこれね、利用してない方もね、結構いらっしゃるかもしれないんですけども、まあこちらに関してもですね、2023年4月以降順次終了ということで、まあどんどんね、機会なくなっていくっていった形になるんですよね。で、今後ですね、ANA の飛行機の搭乗手続きはね、どうなっていくかなっていう話なんですけども、2023年4月以降はですね、このスキップサービスと自動チェックイン機がね、なくなるっていう風になりますんで、有人のね、カウンターはそのまま残ります。まあこれは当たり前ですけども、有人のカウンターはね、そのまま残るんですけども、もう一つはですね、オンラインチェックインがね、こちらメインになっていくっていう風になっておりまして、まあこちらね、国際線利用された方はね、結構利用したことあるかもしれないんですけども、オンラインチェックインがですね、国内線でも、まあ本格的にね、これから利用できるようになってですね、こちらがメインでね、利用されていくっていった形になるんですよね。で、このオンラインチェックインっていうのは、2022年のね、4月下旬、だからもう少しね、したらアップデートあると思うんですけども、ANA のね、アプリが、パワーアップしてですね、こういった形で予約購入していただいて、まあ、搭乗予定がね、この ANA のアプリで、見れて、で、そこからね、ワンタップでオンラインチェックイン。で、ここで座席とかね、変更とか、搭乗券の提示とかね、こういったものが、まあ、すべてね、この ANA のアプリでね、できるようになって、そのままね、保安検査場行っていただいて、まあ、搭乗時間になったら飛行機に、その ANA のアプリでね、搭乗券を提示して、利用していくみたいな、まあそういった形に変わっていくんですよね。ですので今後はね、有人のカウンターブースか、もしくはオンラインチェックインのみみたいな感じになりますんで、本当にね、スマートフォンがないとね、なかなか何にもできない。まあスマートフォン、その他まあ、Apple Watchとかもそうですけども、スマートウォッチですね。ちょっとこれがね、どこまで対応してるか私も知らないんですけども、まあ、Apple Watchはね、対応してるのは知ってるんですけども、他のスマートウォッチがどのぐらいね、対応してるかは知らないんですけども、
そういったねデジタルデバイスで今後はね利用していくっていった形になるんですよね。ということで今回ですね、2023年4月以降ですね、スキップサービス、またね、自動チェックイン機がね、利用できなくなるっていうことが発表がありましたので、解説させていただいたわけなんですけども、ちょっとね、他の用事で ANA デスクにね、連絡する機会がありましたので、まあこちらの詳細ね、お聞きしたんですけども、まあ情報としてはですね、本当に公式サイトに載っている情報しかね、私どももう得てないっていう回答で、今後ね、自動荷物預け入れ機がどうなるのかとか、まあ、そういった本当にね、友人のカウンターブースとオンラインチェックインのみになるのかとか、細かい話っていうのは、まだね、今後変更になる可能性はね、十分あるみたいなね、そういった含んだね、話し方もね、されたっていう風になりますんで、まあ、現時点の情報だとですね、2023年の4月以降は、友人カウンターのブース、もしくはオンラインチェックインのみっていうね、形で運用されていくかもしれないっていう感じなんですよね。まあ、スマートフォンね、持たれていて、普通にね、いろいろできる方はね、いいかなと思うんですけども、どんどんね、ハードルが上がってきてるなっていうふうに思いまして、まあ私のね、親世代もそうですけども、まあなかなかね、アプリでいろいろやってっていうのは、まあ難しいっていう感じがね、ありますんで、ちょっとね、利用しづらくなる部分はね、ありますよね。まあどの国のどの航空会社もどんどんこのアプリ、とかね、そういうのを使って、まあ、利用していくっていうのがまあ多いんで、まあ、仕方がない部分はあるかもしれないんですけども、まあちょっとね、友人カウンターの並びがすごくなりそうですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。